それでは上田沙羅選手です。よろしくお願いします。お願いします。3日間を終えて、ここまでどんな感じでしょうか。だんだん乗りやすくなってきて、ちょっとずつ参加できるようにはなってきたんですけど、まだまだレース行くと焦っちゃって、なんか意味わからん動きするんでもうちょっと落ち着いていけるように行きます。今回は大阪からあの、ね、鎌倉亮さんも来られてるし、はい、同期の若い選手もおられるんで、そういう意味で言うと、はい、チーム大阪という感じで。そうですね、鎌倉さんにもレース見てもらって、めちゃくちゃいろいろ教えてもらってるんで、結果出せるように今節も頑張ろうと思います。まあ、でも少しね、こう落ち着いていければ よりじゃあエンジンとは少し手が合ってきた感じということでね。まだ全然普通ぐらいにはなったんですけど、もらった時が全然乗れなかったんで、よくはなってきてるかなと思います。ちなみにどういう、整備というか調整をしながらこの大三日が戦っているんですか。もらった時が、結構インスローに入る方のエンジンやったんで、そうか、私はスローに入らないんで、それをまず自分の形にしてみて、キャブレターも変えてみて、今までで一番一生懸命してるなって思います。結構苦労してるよ。あの、インヤの人のペラの形とかって全然違うっていうのね。すごい見たことない入り方してました今回初めてやった。はい、一回乗ってみて、あ、こんな感じなんやと思って勉強になりました。やっぱり全然違うもんね。いや、私がまだまだなんであれなんですけど、ちょっとなんか欲しい感じとは違ったんで、いや、だってあの、結構実績上げてる選手でも、そのインヤの人の後ってやっぱり全然乗り心地が違うっておっしゃる人多いもんね。これは上田選手はまだまだね。そうですよね。その違いを今逆に知れたことが大きいんですよね。はいはい、経験としては、はい、勉強になりました。そこからじゃあペラも叩き替えて、自分の形にある程度なって、じゃあ残す後半戦ちょっと期待できそうやね。頑張ります。もうちょっと伸びが欲しいんで頑張ります。わかりました。はい、じゃあ展示タイムで伸びが来てたらより快の時やな。はい。わかりました。それでは最後に。スタートいけたらお願いします。はい。スタートいけたら。はい。それでは最後に抱負をお聞かせください。スタートいって船券に絡めるように頑張ります。よろしくお願いします。はい。期待しております。上田選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。